はい、じゃあ、カンナちゃんの昔の記憶まで見たので、他のところ探索しようかなって感じですよね。ここは他に調べるところはないかな？灯籠つけたが、別にないかな？ないよね。なさそうかな？オッケー。この本すごい。読み終わりそうか？それが難しくてだんだん頭が熱くなってきました。やめさせるべきなのか？完全なるポエムって言ってたもんね。緑が意外なポエマーだということが分かったので、シンくんへの愛を、解読するのはなかなか難しいんじゃないかなと思っておりますよ。まだ行ってないところっていうのは？レコさんには見せたもんね。で、ここには誰かいる？おっと！シンくんがちょっとバグってないかい？これ。ちょっと待って。一応灯籠つけるけど。ないよね。嫌なんだけど、ちょっとシンくん、あれか、こいつらに協力しただろうって言って、なんか、いろいろデータいじくられたりしてないですか？心配なんですけど、ちょっと調べるよ。ああ、もう音なくなったし、最悪。真っ赤な画面が表示されている。あれ、シンさん？シンさん、どうしたんですか？言わないから。誰にも、もう、誰にも。ああ、もう緑にもう怒られちゃったんだ。これ多分すごいことされてるんでしょうね、きっとね。トラウマになるようなことをされてるんでしょうね。すごいことっていうのは何かちょっとわかんないけど、すごいことされてるよ、多分。画面が、いやもうここの AI のシンくん超いい子だったのに。やめてくれ。殺されたのか。私たちにヒントを与えすぎた。罰。私は、また、ソウさんを死なせてしまった。マジかよ。モニターは何の反応もない。やだ。やだとしか言えない。しんくんが説明してくれなくなっちゃったから何もできないよ。どうするよ。てか、ここまだ犠牲者の、ああ、そうだよね。犠牲者のビデオがずっと流されてんだ。あと見てないとこどこだ？ここかな、普通に。エレベーター？ひなこちゃんがいる。なるほどね。真面目にエレベーターの周辺を観察しているな。何か気づいたか、ひなこ。サラ先輩。これって、ブレーカーが落ちてるんじゃない？え？ブレーカーが落ちてるんだったらなんで制御室がついてるの？え？エレベーターのブレーカーは、下の4階にあったじゃん。ああ、美術室のブレーカー落とされたんかな、じゃあ。それって、メイプルが、下の階にいる誰かが。下の階にいる誰かが？マイカ Q 太郎。まさか刑事さん？誰が何のためにしたかわからないけど。気をつけなよ、サラ先輩。いや、棺管理システムのところにさ、ちょっと一回見るけど、これかな？これにさ、過去の記録で、あれなんか二つに増えてんのか？いや、多分、この、2は今、刑事さんのこの状態のはずなのよ。空室が6、で、青の、人間が1っていうのが今の刑事さんの状態。その過去の記録だから、もう今空いてるから、そう、これは過去になりましたよってことなんだよね、きっと。で、1っていうのが多分その緑と他のダミーズたちと出会った時の過去なんだと思うんだけど、赤6って人形でしょ？人形が6体と、青1、人間が1体いるってことなんだよね。
で、緑は、ロケットパンチしてきたじゃん。ってことは人形なんだよね。だから、あのダミーズの中に一人人間がいるんじゃないって思って。そうなった時に、指紋、舞ちゃんの指紋が反応したじゃん。だからもしかしたら舞ちゃんは一人だけ人間とかってことあんのかなーなんてね。ダミーズの中の誰かが人間って可能性は全然あるなーって思って、ただ、アンズちゃんは多分違うじゃん。で、アンズちゃんが違うかどうかわかんないな。アンズちゃんは棺の中に潰されちゃったから、血が出てるかどうかわかんないから、ちょっと人形か人間かはちょっと区別がつかないんだけど、早坂さんは確実に人形じゃん。で、車田さんも穴が開いた状態でもう全然動けてて、で、今充電中だから人形じゃん。で、ランマルくんも手が外れたから人形でしょ？で、緑も人形じゃん。で、一応アンズちゃんが死んでも、普通にストーリーが進んだことから、アンズちゃんも人形だったんじゃないかなと思うので、ひなこちゃんか舞ちゃんのどっちかが人間なんだと思う。それがどう繋がっていくのかっていうのはちょっとわからないけど、そう、これは、緑がロケットパンチした瞬間から、あれじゃあ青1ってなんだってなってたんですよ。っていうのをね、伝えたくて今ちょっと戻ってきたんですけど。あれ、ランマルいつの間に？え？さっきいた？あれ？いた？あれ？ちょっと待って、知らんかったよ。まあまあいいや。ちょっととりあえずひなこちゃんにも灯籠を見せてみようかな。この灯籠を見てくれ、ひなこ。多分見てくれないと思うけど。何？そんな暇ないんだけど。付き合ってくれなさそうだな。やっぱそうだよね。じゃあ、ランマルくんに話しかけに行こうか。いつの間にいた？私がもう一回制御室に行った時いた？ランマルくん。ちょっと白くてわかんなかった。サラ、大変だ！俺、ここで放送機材を調べてたんだけど。さっきいなかったよね。さっきシンくんが、おじゃんになっちゃった時、ランマルくんいなかったけどな。モニターに映ってた、シンの AI が。ああ、緑に殺された。おそらくな。気づいてたのか。仇は取ってやりたいが。わかってる。できることをやるよ。俺はもう少しここの機械を調べてみる。用があれば来いよ、サラ。オッケー。じゃあ君にまだ、話したいことが。それで、このスイッチが、いや、話をするし灯籠も使いたいんだけどね。なあ、ランマル。ランクアップパーツのことなんだけど。うわあ、それ、手に入れたのか？ああ、おそらくダミーズなら付け替えができるみたいだが。しゃあねえな。貸してみろよ。あ、付けてくれんの？いいのか？だって、俺にだけ店に来てくれたんだろ。まあ、ペアですからね、もともとね。君にだったら貸してやってもいいんじゃない？どうよ、馴染んでるんじゃね？違和感が全くないな。触覚は残ってるのか？能力を使ってみてくれ。うん、触覚残ってるか気になるね。触覚は残ってるのか？あるって触んなくてもいいだろ。触っちゃったのね、ぺちゃぺちゃって。ちょっとなんか、ねっちょり触っちゃったな。ちょっとごめんなさい。手汗やばい人みたいになっちゃった。サラちゃんが。ごめんね。蒸気噴射ハンドと書いてたからにはそういうことができると思うんだが。蒸気噴射？そんなもん水分がないとできねえんじゃねえの？水分か。しゃあね。ついていくよ。使い道探そうぜ。ああ、なるほど。あともしかしたらこれも、指？指？交番で見つけたんだ。一応パーツかもしれないしな。一本の指もついでに渡した。いらないもん押し付けてるわけじゃねえよな。いらないもん押し付けてる説は普通にあるな。だって指って持ってたくないじゃん、別に。で、水分でしょ？水分が取れそうな場所って、まあ、ロッカーの奥のあの充電器のドリンクサーバーとかじゃね？って思うけど。こことかじゃねえの？一応ドリンクサーバーも使えるらしいけど、充電するための電池を消費するらしい。ああ、そうなの。じゃあこれ使ってみるしかないよね。一応ドリンクサーバーも使えるらしいが、っていうので、ランマルに水を与えよう。ランマル、水を飲んでくれ。なんだよ、急に。だって、これを使ったら充電器の電池量が、いいんじゃねえの。
考えがあんだろ。車だ。じゃあ、ジンジャーエールで。甘いのしか飲めねえのか、てめえは。ランマルはジンジャーエールを一杯飲んだ。思ったより、炭酸きっつ。それで、これで蒸気噴射が使えるかもしれない。そうか、試すんだな。と言っても気軽に使っていいわけじゃない。使うべきタイミングが来たら試してみよう。そうだね、必要な場面が来るかもしれない。とりあえずジンジャーエールを飲ませたので、いや、ジンジャーエールっていうチョイスいいね。私も大体こういうドリンクサーバーのレギュラーでは、ジンジャーエールか、トニックウォーターか、梅昆布茶を飲みます。あったかいのとこに梅昆布茶があったら私は梅昆布茶を飲みます。いやー、別にあと他に行くとこないんじゃないのかなーと思うけど。お、同意書か。あー、蒸気噴射ハンドじゃん。黒く塗りつぶされた部分、どうにかして知る方法はないのかな。ここに蒸気噴射してくれよ、ランマルキュン。ランマルキュン？ランマルキュン？あれ？してくれないのかにゃ？これ蒸気噴射、これ来た、蒸気噴射してみる。ランマル、蒸気噴射だ。なんかポケモンみたいになってるって。シュー。なんだって？は？うわ、鳥肌立った。やば！ちょっと待って、私この読み方知ってるよ。え、これ、私は願いを叶え、アスナロへ献身することを同意します、じゃない？これアスナロって読むってみんな知ってました？翌日とかの翌に、ヒノキとかって書いて、アスナロって読むんですけど、はぁ、アスナロってずっとカタカナ表記だったりとか、AS で表記されてたりしたけど、漢字で書くとこれですよっていうのが、ここで初めてわかるんだね。なるほどね。これは、私は願いを叶え、アスナロへ献身することを同意します。どういう意味だ？アスナロへ献身って。そのままの意味。難しい感じだな。難しい感じだと思う。確かに、難しい感じだな。小馬鹿にすんなよ！高校生だぞ！要は、アスナロに我が身を捧げるってことだろ。いや、それみんなサインしちゃってんのか。デスゲームで命をもてあそばれても、文句は言いません。と受け取れるな。願いを一つ、叶える対象に、かよ。ありえねえ。俺たちは、そんな文書にサインを。こんな、デスゲームの招待状に。じゃあ、私は？緑は私にサインするよう迫ってきた。そうだよね。サラちゃんはサインしてないのに、デスゲームを強要されてるってことでしょ？それあまりにもひどいと思うけど。最後の一枚。そう言いながら。なら、なぜ私はここにいるんだ？そう。本当に、サラちゃんの存在がイレギュラーすぎるんだよね。他の人たちは、だってその、緑の姿を見た瞬間に、こう、頭が締め付けられる、みたいな感覚に襲われて、その緑と関わった過去を無理やり消されていたっていうのが、この灯籠で分かったわけじゃん。でもサラちゃんはこの灯籠を持ってても使っても何にも感じないわけでしょ？いや、もう、異端すぎるよな。デスゲームの異端児、サラちゃん。あ、え、なんか思い出した？もしも私が、デスゲームを終わりにしてって、お願いしたら、どうなるんだ？私の命を犠牲に、すべてが終わるんだろうか。おいおいおい。バカなこと考えるなよ！そんなの、意味ねえじゃん！嫌だ！ただの思いつき。けど、もしそれが可能なら、
心の隙間にひやりと冷たい風が通ったように感じた。生きたい、死にたくないと思い続けてここまで来た。なのにその正反対の気持ちに心が惹かれる。それだけサラちゃんはみんなのことが大好きになってるってことだよな。死ねば楽になる。思ったより自分勝手だった。死ねばみんなが救われる。うん。違う、ダメだ。この気持ちは心が折れるのと変わらない。行こう、ランマル。ここ離れなきゃ。音がない。音をくれ、音をくれ。他はこれしかないよな。セーブして、じゃあちょっと違うとこ行こうと思うけど。なあサラ、どうした？早く。ランマルくん、前回からちょっと調子おかしいよね。前回、前々回、前々回忘れたけど、俺サラには死んでほしくねえ。私今ちょっと心臓を抑えちゃった。キュンってしちゃった。え、ランマルだから、そのうん、優勝ってどう思う？はははそうか、その考えが頭をよぎるか。そうだよね、ランマルくんとサラちゃん二人で脱出できるよってメイプルが言ってたもんな。え、急に何を言い出すんだ。メイプルが言ってただろ、優勝。それってどういうことだ。みんなを裏切って、そして変なこと考えるな、ランマル。私はみんなで脱出したいんだ。そうだよな。みんなで、全員で脱出、だ。でも、できんのか、そんなこと。ランマル！俺さ、サラと一緒にいると、どんどん行きたいって気持ちが増していく。本気になればなるほど、死が怖くなっていって、車だを見て、気づいちまった。今はもう、死にたくないんだ！そんなの、みんな同じだ！だから、勝たなきゃいけないんだろう。俺一人生き残りたいなら、さらに手をかけるだけだ。でも、そんなのできない。だけど、サラ以外なら、殺せる。ショート、ランマルくん！違うよ、それは。サラちゃんのことめっちゃ好きになってくれたのは嬉しいけど、ペアとしてめちゃめちゃ、一緒に生き残って、一緒に帰って、一緒に幸せな未来を築きたいって言ってくれてる気持ちはすごくわかるんだけどね。それは違うよ。なあ、サラ、優勝してくれよ。ランマル、いい加減にしろ！みんな仲間なんだ。辛いことを一緒に乗り越えてきたんだ。レコさんやキュー太郎さんは、傷つきながら私たちを守ってくれた。銀やカンナは疑心暗鬼になる状況でも
私たちを信じ勇気をくれたんだ。二度と、そんなこと言わないでくれ。悪い。俺、クズだな。友達の資格なんて、なかったよ。そんなことない。蘭丸くんも大事な友達だし仲間だよ。だからみんなで生きて帰りたいんじゃん。友達だよ。涙出てきた。サラちゃんも私と一緒だった。ちょっと生きたくなればなるほど死が現実感を増す。きっと蘭丸は初め諦めていたんだ。希望を与えたのは私だ。けどそんな選択は選べない。私は泣いてる場合じゃない。わかってるけど。みんなで帰るんだ。誰も見捨てるつもりはない。蘭丸、君だってな。それをちゃんと蘭丸くんに伝えてくれ。友達だって資格だって、友達に資格なんていらないんだよ。やばい、なんかもう感極まって涙止まんなくなってきたんで、ちょっとカットさせてください。いや、なんか思ったより私もう蘭丸くんのことだいぶ好きになってたみたいだな。ちょっともうこんな泣くと思わなかったわ。びっくりした。行こう。ああ、つまんないの。なんだよ緑、何しに来た。ついにサラさんが目覚めるのかと思ったけど、結局頼れるリーダーのままだ。緑、すべて見てたのか。何がしたいんだよ本当にさ。もうこんなにサラちゃんのことも私のことも泣かして、最低な男。もういやー、こんな髪一枚で荒れるね。何がそんなに楽しい。だってデスゲームに参加させるために書かせる髪なんだからさ、終わりにするなんて聞き入れるわけないよね。100歩譲って有利にする願いなら叶えてもいいけど。なぜ私はここにいる。緑、なぜ私はここにいる。その同意書に私はサインしていないのに。うん。君がここにいるってことは、誰かがそう願ったんだろうね。願った。同意書にサインしたのって、候補者だけ？それとも、参加者も？参加者もなんだったら、やめよう。考えることをやめよう。ダメだ。ま、そんなことはいいんだ。僕はね、本当に残念なんだよ、サラさん。君には、目覚めて欲しかったんだ。覚醒。最高の指導員サラに。どういうことだ。はぁ、そりゃわかんないよね。
僕の誤算は、ジョー君を参加させたことだよ。何？はじめから僕は反対だったんだよ。調整、なんてね。ああ！最悪だ！緑が死んだことでの人数調整のために呼ばれたってこと？ジョー君。許せん。話が、見えない。サラさんがずっと持ってるその勝率表、何のためにあると思う？それそれ、僕たちが賭けでもしてると思った？銀くんはオーナー10万円なんてさ。だったら、何のために用意した？いくらかけたんだ？データマニアなのか？ああ、もう、何のために用意したって普通に聞きたいんですけど。データマニアなのか？データマニアなのか？気持ち悪い！面白い冗談だね。このデスゲームは、神聖でなきゃいけない。みんな、平等にチャンスを与え、生き残る方法を与える。つまりね、勝率は平等にしなきゃダメだったんだ。そうだよね。平等に権利を与えるんだったら、そんななんか勝率が分かれるようなデスゲーム項目というか、そういうルールを用意しちゃいけないと思うよね。平等だと。その通り。要は、ハンデキャップを与えたんだ。力の弱き者に、助っ人、ね。助っ人？ん？え？どういうこと？それが、勝率の調整。え？じゃあ、ジョー君がいることで、サラちゃんの勝率が下がるってこと？何？逆に上がっちゃったってこと？逆にそれとも。え？何を言ってるのかわかんない、緑が。そんな、バカな理由で。許せない。それはおかしい。いや、おかしいじゃ、おかしいよ、おかしいって。よくわかんないけど、なんか、おかしいよ。それはおかしい。だって、勝率表では、私は、トップじゃないか。私の味方を増やすなんて、変だ。いやー、足手まといとして連れてこられたってことだ、ジョー君。だから不思議だよね。サラさん、君はね、味方がいた方が、弱いんだ。は？思い出すな。ジョー君のいない世界線の君は本当にヤバいやつだったよ。あー、それこそこれ？これは本当のことだったってこと？誰よりも高い生存本能。何をしても折れない心。知略、計略、謀略、生き残るための方法を何でも使った。何より一番恐ろしかったのは、他人の死を利用したこと。え？他の人を自分の手で殺すことで、その人の分まで生きようってさらに生存本能が増してったってこと？殺しておいて、涙を流し、皆の心を打った。絶大的なカリスマさ、自己犠牲なんて考えはゼロだったくせに、ねえ。人工知能でテストを重ねるたびに、僕もゾクゾクしちゃったよ。あのままの君に会えたらな。あれ緑の日記か、やっぱり。
そのサラちゃんのヤバさに緑は惚れたのかな。でも組織の方針は従わないとね。僕も大人だからさ。どう？サラさん、ジョー君はうまく足を引っ張れた？そんなことのためにジョーは殺されたって言うのか。殺してやる。ねえ、勝てると思ってんの？許さない。お前だけは。君に期待してるのはこんなやり方じゃないよ。返せジョーを、みんなを。みんな？ナオさんだって、カイさんだって、表に名前が載ってない人はみんな無関係ってことじゃないか。くだらない理由でおもちゃにされて、私たちはみんな普通に生きてきたのに。一生懸命普通の生活をしてたのに。やれやれ、本当に君は優しくなって。そうじゃないだろう、サラ。君はもっとずるくて最低で、あくまで魅力的で最高で、あの時の君に戻ってよ、サラ。やめろ！あれ、いたのか。ねえ、今本気で殺す気だった？おかしいな。そんなことしたら君は死んじゃうんだよ。うるせえ！クズ野郎！てめえなんか殺してやる！ふん。君も、サラさんの足を引っ張る？はあ！あ、え？また、首輪が！やだ、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 やだよ。鬼ごっこファイナルだ！誰かにタッチしなきゃ死んじゃうよ！君も、サラさんのために消えてよ、ランマル。そして、いい景色を見よう、サラさん。待て！くそ！緑！王ぜ、サラ！ジョーは、私の、ついでだったんだ。最低だ。そんな最低な理由で。ランマル、しまった！追わなきゃ！ああ！もう、もう、もう、全部最悪だ！緑怖かった。私はさ、サラちゃんが、そのジョー君がいないことで、もう強くてかっこいいサラちゃんだったっていうことをさ、知らないから。それはだってデータ上のシュミレーションじゃん。人のことを思って弱くなれるのって別に悪いことじゃないよ。自分も、みんなも生きるために何か方法はないかって探すことって別に悪いことじゃないよ。自分だけのことを考えて生きようとするっていうのは、まあそれはもちろんね、間違ってはないよ。もちろんね。だって、生きたいんだもん。生きたいって思ったら、そりゃ誰かのことを犠牲にしてても生きたいって考えに行き着いてしまうのはわかるよ。
だからそれも別に間違ってないし、今のサラちゃんだって間違ってないよ。みんなのことを誰も見捨てたりしないって思って強い意志で行動しようとしてたサラちゃんは間違ってないんだよ。それを自分好みに変えようとしやがって緑、お前の色には染まんねえよサラちゃんは多分。ってことで次回に続きます。おつぴよです。